はい、同人生活です。ということで、絶対絶命都市2の方ね、続きからやっていきたいと思います。これで多分、ここ入れば話進むんじゃないかな。遅くなってすまない。助かったわ。なんでもっと早く来てくれないのよ。俺に言うな。根岸に言え。ありがとう。ゆっくりしてられない。行くぞ。お前が言うな。お前が言うなし。渡せないのか。多分これはあったかいものでも食べさせてあげたらいい気がするけど、まあ、車の中で温まりましょうよ。おっと、まずい。開けといてよかったシャッターってやつだな、これは。待って、超遅いんだけど。あ、めちゃくちゃ水位上がってきてんじゃん。待ってくれ、これエレベーター動くのか。いいのか、俺はエレベーターに行って。平気か。動く？動いた。マジかよ。動くとは思わなかったけど、ちょっと。待って、あんた用のコートを回収していこうね。着るかどうかは分かん、着てくれるかどうかは分からないが、まあこのフォルム的に女性ものだろうから、まあ大丈夫でしょう。これぐらいのコートなら着れるっしょ。やばいね。あ、今はあれなのか、脱出ターンか。ちょ、橋が沈んでる。え、これどうやって行くんだ。こうか。おーおーおお、ちょっと変なタンク転がってくるのやめろ。あー、車ボロボロやな。ちょっマジか、マジで言ってる。え、じゃあここ登るしかないね。あ、でもまあしょうがない。これはね、車ボロボロになるのもしょうがないですわ。ちょっと逃げよう、急いで逃げよう。おー、危ない。ほら、危ない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 。イエー、車なかったら助からなかったの、これ。危ねえ、これはボロボロになるわ。あ、富坂駅の周辺まで戻ってきたね。はい。ボロボロのまんまだ。脱出できるのかな。中央区の宝都出版へお願い。富坂駅前の方よ。まだ続きそうだな。これは一応聞いておこう。今度こそちゃんと運賃を払ってくれるんだろうね。もちろんよ。会社に行けば誰かいると思うわ。多分きっと。もうほぼ絶望的だな。あ、警察の車両があるけど。あ、メディアタワー、富坂駅。どっちだっけ？っていうか、なんか修理工場ってないの？あ、フォート出版もうすぐそこじゃん。痛い。もうひどいな。俺はここでいい。世話になったな。あなたどこ行くの？それで一緒に脱出しないんだ。助かったわ。また借りができちゃったわね。
まあ何者かは聞かないでおこう。これからどこへ行くんだ？ヘリで町を出るつもりだ。大事なものを届けなきゃならないんでな。なるほど。まあじゃあみんな乗せててくれればいいのに。ありがとう。助かったよ、運転手さん。握手しよう。それでは。金を払ってくれ。あ、ダメだった。ダメだった。払ってもらえなかったわ。じゃあ私もここで。お客さん、うんち、あ、待って、おいおいおい、あいつ、おい、あの青スーツって青木じゃん。青木じゃない、青山だ。おい、なんかめっちゃついてったじゃん。運賃を払ってくださいよ。でもどっか消えたな。あら、払ってなかったっけ。そうね。あ、編集部に行けば誰かいるはずだわ。運転手さん、ついてきて。本当ですか？これだろ。誰もいないんじゃないですか？大丈夫よ、きっと誰かいるわよ。こいつら仲いいな。まあでも多分誰もいないだろうな。つか車を。まさかこんな時にね。びちゃびちゃよ。あ、ストーブついてる、よかった。あれ、ひょっとして先輩？先輩？やっぱり。あ、先輩なんだ。何してるんですか、こんなところで。お前こそまだ避難してなかったのか。先輩だって。あ、そうだ、先輩、私新富製薬でこんなものを見つけたんです。これって新富製薬の極秘プロジェクトの資料だと思うんですけど。しかし俺たちがこれを見たところで何を作ってたかまではわからないな。まあ確かに研究者じゃないもんね。私は絶対田辺知事が新富製薬を利用して政治資金を集めているんだと思います。新富製薬はこの数年いろいろな特許をたくさん買い集めてるし、特許を買うのに田辺知事が協力してるんでしょ。新富製薬が収益を上げればこの町の税収も増えるし雇用も確保できるかな。だけど私はやっぱり田辺知事が不正に政治資金を集めてるんだと思います。恩だ、君の悪い癖だぞ。記者は物事を決めつけて見てはいけない。ああ、なんかすごい正論。分かってますよ。何度も聞きましたから。あの、そろそろ運賃を払ってもらいたいんですけど。あれ、運転手さんまだいたの？わ、こいつ。この人を待たせておくのも悪いからそろそろ行きなさい。はーい。あ、そうだ。何ですか？先輩、あのですね、タクシー代立て替えておいてもらえませんか？まあそうなるわな。まあそうなるわ。このまま町の外まで連れて行ってくれない？これだな。まあいいですよ、向こうに着いたら払ってもらいましょう。分かってるじゃない。だろ。じゃあ行きましょう。車ボロボロだから修理したいけど、これで終わりっぽいな。
さっきの脱出ですごいボロボロになっちゃった、なってしまった。タクシー運転手次明の証言。俺があの女の客を乗せたのはミラサワジオセクションだった。彼女は金を持っていなかったので、目的地にいる人に払ってもらうということで、まずはレジデンス一の谷に向かった。女は週刊フォートの記者だった。彼女は田辺知事と新富製薬の不正な関係を探っていた。俺は知事の不正を暴くため協力することにした。新富製薬では俺も潜入することになった。だが女が部屋に閉じ込められてしまい、俺はすぐさま根岸という男を探しに出かけた。根岸を連れてきて女を助けた後、週刊フォートの編集部に向かった。編集部には男が一人残っていた。男は須藤とかいう名前だった。須藤は何か考え事をしているようだった。この男から運賃をもらい編集部を出ると、女が町の外まで乗せていけと言ってきた。俺が向こうに着いたらもらいましょうと言うと、女は分かってるじゃないと笑った。そんなこんなであの町から脱出したのさ。なるほど、無事脱出できたみたいだな。よし、じゃあこれで3人目生存だね。ああ、やっぱ宝石あったんだね。いやまあこのこの生存証明の一番下に宝石が毎回出てきてたから、そんな気はしてたけど、残念。これ全部集めたらきっといいことがあるんだろうが、まあもうしょうがないねまあもうしょうがないねっていうことで、はい。でこのあとエピローグもセーブして、よし、セーブして、これでじゃあ次の主人公行こうかね。多分まだ、うん、一人二人はいるとは思うんだが、あれ、西崎かな、JK 一年生だ。かわいい、かわいい。いやもうかなちゃんで行こう。わあ、わあだよこれ。あ、15歳ね、いい、いいよ。何が？ん？ロッカー？なんか今ちょっと際どかったな。あれ、体育館に避難してくださいでロッカーに隠れるって何それ。わあ、なんか結構真面目そうな顔してスカート短いのね。うわ、膝上までまくっちゃってもういいわ、俺が一緒に連れて逃げたいわこれここで私は俺なんか、え、いじめられっ子なの？綾乃さん、避難しろですってこんな顔の子はいじめられないと思うんですが西崎さん、あなたも早く避難しなくちゃいけないわね。どちらかっていうとなんかどちらかっていうと中立的な全く関係ない位置にいそうな顔だけど、政治役員の仕組み
でもまあ気は弱いからかな。ほら西崎さん、その中なら安心よ。なんてひどい。残っている生徒は至急体育館に避難してください。繰り返します。行きましょう。なんていつまでも遊んでいられないわ。なんてひどい。西崎さん、あなたも早く避難するのよ。でもロッカーぐらいだったらぶち破れるでしょ。私いつものようにあやめさんたちに打ち寝られていた。あーそっか。無事に避難したのかね。無事に避難したのかね。まあいじめること、うんうん、いいぞ。いいぞじゃねえよって言われそうだけど、いやこれはいい、誠によろしいでございます。で、思い出。あ、そういえば出来心使わなかったな。そういえば柘植さん何だったんだろう。特殊技能見てなかったな。まあしょうがない、そういうこともあるさ。体育館に避難してください。これさ、カメラ、カメラ、ちょ、あ、ちょ、際どい。あ、いい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 わ、いいいいです、この子。ゲスゲス。あ、いいいい、太ももあたりいい、これすごいいいよ。あ、やべえ、この子の写真撮りたい。俺も新聞記者になろうかな。わざわざ鍵をかけて出てったのか。ふんふん、濡れないようにこのここを通りましょう。ちょっと制服もいいけどさ、なんかいろいろ服あるだろうから。うんうん。うん、じゃねえよって。あ、みんな言いたいよね。わかってるわかってる。いや、でも言わせて。いや、もう、いい、いいわ。これ髪下ろした方が可愛いと思うんだけどな。ちょっと長くした方がいいと思う、俺。どう？どう？皆さん。ちょっと長めで、長めで髪を下ろしてた方がこの子は似合うでしょう。と思うけど。あ、ちょ、危ない。危ないでござる。うん、これ。うん。あ、なんか、スコートみたいなの履いてるっぽいな。ちょ、ちょ、ちょ。あ、じゃあ、皆さんね、今度こそ。あれ？うん。あ、こうか。濡れた。待って、なんかあるよ。あ、三角定規コンパス。いらないけど、まあ、もらっておこうか。このチラリズムがたまんねえな。そこに誰かいるの？誰だ？あの人は？今日からこの学校で教育実習をさせてもらうことになりました。比嘉夏実です。比嘉ちゃん。比嘉ちゃんなのね。え、そしてやっぱりね、ハンクルシムがいいわっていう。絶対そういうポーズだろ。よろしくお願いします。あの比嘉ちゃんだよね。ワンに出てきたあの JK 比嘉ちゃんだよね。あなた、西崎さんね。大丈夫？怪我はない？教育実習生になったんだ。てか先生になったんだ。みんな体育館にいるわ。あなたも早く避難して。わかりました。ちょっとアクティブな感じでいこう。気をつけるのよ。それだったら体育館も危ないんじゃないかな。比嘉ちゃん。何が起きたんだ。
とりあえず見に行かなきゃいけないっていう感じでしょうね。うん。じゃあ今回の目的はこの子のパンツの色を見極める。それだな。メインオブジェクティブアップデート。うん。ここで私は、またいじめられたのか。何？言いたいことがある。壁ドンされてる。壁ドンされてるが。このなよなよしてる感じが、まあ分からなくもないけど。先生君、どうかしましたか？顔色が悪いですよ。あの白衣の先生ってあれか、あのタクシーで弾けるかもとか言ってた。あそこでなんか一緒に逃げてた人か。よし、じゃあね、ちょっと濡れちゃってかわいそうだけど。うん。はい。じゃあここら辺で一回終わりにしておきたいと思います。それでは続きはまた次回。それじゃ、またな。